ニューヨーク市地下鉄 A 系統は、マンハッタンのインウッド -207 丁目駅と、クイーンズのオゾンパーク、レファーツブールバード駅、ファーロッカウェイ、モットアベニュー駅、およびロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅を結ぶ、ニューヨーク市地下鉄の B ディビジョンに属する運行系統の一つ。ラインカラーは、ビビッドブルー。系統名は8番街線急行である。 1932年に運行を開始した系統で、マンハッタンの西側を南北に縦断し、ブルックリンを横断したあとクイーンズに至る。インウッド -207 丁目駅から、ハイストリート駅までは IND8 番街線、J ストリートメトロテック駅から、オゾンパーク、レファーツブールバード駅までは、IND フルトンストリート線を、明けダクト競馬場駅から、ファーロッカウェイ。 モッドアベニュー駅とロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅へは IND ロッカウェイ線を経由する。静粛尺で描いた A 系統の路線図。1932年9月10日、市営の独立地下鉄網最初の路線として IND8 番街線が開業した際に A 系統と共に登場した。運行区間は A 系統が207丁目駅、チェンバーズストリート駅、 AK 島が168丁目駅、ハドソンターミナル駅間であった。a 系島は当初から168丁目駅から両系統の分岐するキャナルストリート駅までの区間で急行運転を行っており、線路もそれを見越して複々線で建設されていた。翌1933年2月1日にクランベリーストリートトンネルが開通すると a 系島の運行区間は イースト川を越えて J ストリート、ボローホール駅まで延長され、ブルックリンへと乗り入れた。さらに1933年3月20日には、ブルックリン線の開業に伴い、バーゲンストリート駅まで、同年10月7日には、さらなる延伸により、チャーチアベニュー駅まで運行区間が延長された。しかし1936年4月9日に、 IND フルトンストリート線が開業すると、同線ロッカウェイアベニュー駅まで乗り入れることとなり、同時にブルックリン線への乗り入れは廃止された。それ以降も路線網の拡大に合わせ運行区間は、東へと延長され続け、1946年にはユークリッドアベニュー駅、1956年にはオゾンパークレファーツブールバード駅、1958年にはファーロッカウェイ、 モットアベニュー駅に乗り入れ、現在の全運行区間が開業した。最終的に現在の運行体系が確立されたのは1999年で、ある。24時間運転を実施しており、日中は、インウッド -207 丁目駅、オゾンパーク、レファーツブールバード駅間と、インウッド -207 丁目駅、ファーロッカウェイ、 モットアベニュー駅間の2つの系統が運行されている。時刻表上は、インウッド -207 丁目駅行きが、北港ロッカウェイ方面の電車が、南港と案内されている。ロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅発着の電車は、平日の朝ラッシュ時の北港ユーラッシュ時の南港のみ運行されている。北南ともに、路線の端から、 橋まで投資での運転が基本ではあるが、例外として、南港のロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目行は168丁目駅、始発であり、また深夜と早朝にのみ、ユークリッドアベニュー駅、オゾンパーク、レファーツブルールバード駅間の区間便が存在する。また、系統名の通り168丁目駅からユークリッドアベニュー駅の間で、急行運転を行っており、 それ以外の区間では各駅に停車する。急行運転区間には各駅停車の C 系統が運行されており、通過駅へ向かう場合はこちらに乗り換えることになる。他にも50丁目駅、キャナルストリート駅間では E 系統145丁目駅59丁目、コロンバスサークル駅間では平日に限り B 系統が各駅に停車するのでこれらも利用可能である。 深夜には C 系統を運休指導系統が各駅に停車する措置を取っているが百四十五丁目駅五十九丁目コロンバスサークル駅間では D 系統が急行運転を紐すがら行うための利間違いに注意が必要である。二千十四年二月現在のまた公式の時刻表ではインウッドマイナス二百七丁目駅からロッカウェーブールバード駅までは日中八から十分間隔。 平日の朝夕のラッシュ時には6から9分間隔で運行されている。ロッカウェイブールバード駅では、オゾンパーク方面の電車とロッカウェイ方面の電車が分岐するため、同駅より東、及び南の区間では運行間隔が大きく開いている。深夜は平日と休日とも、ファーロッカウェイ、モッドアベニュー駅発着の電車のみが20分間隔で運行され、 ロッカウェイブールバード駅、オゾンパーク、レファーツブールバード駅間は、ユークリットアベニュー駅始終のシャトル列車のみの運行となる。ありがとうございます。